田村貴昭君。委員長、日本共産党の田村貴昭です。通常国会から半年ぶりの農林水産委員会です。大臣、この間たくさんの問題が起こっていますので、緊急を要する課題についてまず2つお尋ねします。1つは有明海の漁業についてです。豊穣の海、有明海を代表する二枚貝タイラギは10期連続休漁となっています。調査では成貝が1個も見つからない深刻な事態が続いています。同時に佐賀県西南部を中心に海苔の深刻な不作が広がっています。海苔は秋目の新海苔が出荷され始めていますけれども、佐賀県の西部の大浦、タラの漁場では収穫入札を断念せざるを得ない事態となっています。昨日、国会内で有明漁民市民ネットワークの会合が持たれ、佐賀の海苔養殖業者がオンラインで農林水産省の担当者に深刻な状況を伝えました。大臣、伝わっているでしょうか。ぜひ聞いていただきたいと思います。12月になっても秋芽海苔は1枚も取っていない。これから冷凍海苔が始まるが、毎年の赤潮被害で網を張り込めない状況、西南の海苔業者は借金が返せればいい方で、自己破産や夜逃げをしなければならない。20年海苔養殖をやってきたけれども、秋芽は一つもと少しも取れず、心が折れる、先だけやめざるを得ない。金子大臣、有明のことです、ご存知のことです。農水省は漁業共済と積立プラスで対応すると言っています。しかし、保険でこれ、救済できるんでしょうか。毎年不作が続いていては、共済の基準が下がっている以上、経営が成り立たないではありませんか。もう一点伺います。有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律、いわゆる有明特措法、この第22条では、赤潮等による漁業被害等の救済を明記しています。読み上げます。国は有明海及び八代海等の海域において、赤潮等により著しい漁業被害が発生した場合においては、当該漁業被害を受けた漁業者の救済について、当該漁業被害に関わる損失の補填、その他必要な措置を講ずるように努めなければならないとされています。金子大臣、過去に例のない被害が起こっている。まさにこうした時のためにこの法律があるのではありませんか。なぜこの有明特措法22条を適用して、損失補填をしないのか、するべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。金子農林水産大臣。お答えいたします。有明海における海苔の生産の現状につきましては、全体として昨年並み、または前年を上回る収穫となっている一方、佐賀県西部においては、昨年に引き続き大変厳しい状況にあると聞いております。佐賀県によれば、育苗期に同地区を中心に発生した赤潮と雨が少なかったことによる栄養塩類の濃度の低下により色落ちが生じたことが原因であると聞いております。このような厳しい状況が続き、一定の減収が発生した場合には、漁業共済および漁業収入安定対策事業によりまして、減収の補填を行っています。今後ともこれらの施策を通じて、有明海の海苔の安定的な生産のために、関係県と連携して適切に対応してまいりたいと思います。有明特措法22条についてのお尋ねでございますが、有明特措法22条に規定される漁業被害に関わる損失の補填にとして、海苔不作等に伴う減収については、漁業共済および漁業収入安定対策事業により対応してきており、昨年の漁期の海苔不作に対しても、その減収の補填が行われているところであります。同法第22条に規定される赤潮等による漁業被害者等の救済については、個別の事案ごとの漁業被害の状況を踏まえ、適切に対応していく必要があると認識をいたしております。共済で救済できているのであれば、自己破産するしかないというね、そういう声は出ないんですよ。ですから、この特措法22条を発動すべきだと
言っているわけです。しっかり検討していただきたいと思います。次の緊急課題は、軽石の漂流、漂着の問題です。予算委員会で我が党の赤嶺政権衆議院議員が指摘しましたように、沖縄、鹿児島県で深刻な漁業被害が秋から続いています。私もソデイカの解禁が、行われた11月に与論島に行ってまいりました。水揚げの、年間の水揚げの6割はソデイカという島です。エンジンの冷却水に軽石が入るとオーバーヒートを起こします。一隻では避難、遭難のリスクがあるので、グループを作って漁に出ていると、まさに命がけの漁だと漁協から伺いました。しかし、多くの漁師は休漁を余儀なくされています。予算委員会で金子大臣は、漁業者に対する支援は、これまた漁業共済だとして、共済未加入者には融資があると答弁されました。では、沖縄や鹿児島、奄美群島の経営体ベースの共済加入率はどうなっていますか。沖縄県の調査では、共済加入率は3割程度だとされています。これでどうやって未加入の漁業者を救うことができるんですか、お答えください。金子農林水産大臣。共済加入者の割合についての沖縄県の調査によれば、漁業共済の経営体ベースの加入率は2割程度となっていると承知していますが、これは沖縄県における平成30年度における漁業経営体系数と、令和2年度における漁業共済契約数を比較したものと聞いております。漁業共済においては、漁協が契約主体となっている場合、漁業者が集団で加入している場合、また、一つの経営体が複数の契約で加入している場合があることから、経営体ベースの加入率について把握することはできません。なかなかできておりません。今後とも沖縄県や漁業共済団体と協力しながら、漁業共済の加入推進に努めてまいりたいと思います。田村貴昭君。だから加入の実態もつかめていないと、しかも多くの方が共済では救済できないと自らおっしゃっているわけですよ。8795億円もの補正予算を農水省組んでおきながら、自然災害で途端の苦しみにあっている漁業者には何の支援もメニューもない、こんな冷たい姿勢でいいんでしょうか。船が出せない以上、収入は途絶えるわけです。不漁、漁獲減とは全く性質の違う災害なんです。だから漁業者は漁に出られない漁民への休業補償を求めています。これ真剣にですね、検討してほしいと思います。またこういう災害があったときに、どうやったら減収を救うことができるのか、経営安定対策の根本をですね、ぜひ見直して、そして検討を進めていただきたいと思います。時間がないので、畜産農家の経営支援について質問します。国連家族農業の10年も来年で4年目に入ります。コロナを契機にして小規模な家族経営の農業を暮らす、農業を営む、暮らしが改めて注目され、若者をはじめ地方中山間地に移り住む人が増えています。しかしながら農村の体制は大きく変化していません。肉用牛の飼育戸数は2013年から7年間で6万1300戸から4万2100戸に1万9200戸も減少しました。肉用牛は同期間1万9400戸から1万3800戸に5600戸も減少しました。豚は同期間に5600戸から3900戸に1700戸に減少しています。地域からどんどん農家がいなくなり、大規模農家だけがポツンと存在する状況になっています。金子大臣にお伺いします。規模の大小、あるいは中山間地のような不利な条件であっても、農家が安心して経営に取り組めるようにすることが重要だと考えますけれども、大臣の基本的な見解をお伺いします。金子農林水産大臣。我が国の畜産経営は中小規模家族経営が大層を占めており、規模の大小を問わず持続的な経営を実現することが重要であると考えております。このため農林水産省では、
中小規模の畜産農家も含め、安心して経営継続できるよう、畜種別の経営安定対策のほか、経営をサポートする外部支援組織の充実、中小規模経営をも対象とした機械や家畜の導入支援等も講じ、生産基盤の強化を図っております。今後とも中小規模、家族経営も含めまして、多様な経営体が主体性と創意工夫を発揮し、その経営を発展させることができるよう取り組んでまいります。はい、田村区高明君。牛丸金の制度について尋ねます。肉用牛は販売価格が低迷して、飼料価格や資材価格、燃油の高騰などもあって、大変厳しい状況に今、陥っています。で、重要なセーフティーネットの制度であることは承知していますけれども、この牛丸金は補填が十分でないとの声が各方面から寄せられています。お尋ねしたいのは、2019年の法制化を契機にして、牛丸金は8割から9割に引き上げられました。これは前進ですけれども、なぜ10割ではないのか、その理由について教えてください。金子農林水産大臣。丸金につきましては、平成30年に法制化するとともに、議員ご指摘のように、補填割合を8割から9割に引き上げるなど、経営安定対策として、大変手厚い仕組みとなっています。また、丸金の交付金単価の基準となる標準的生産費は、小規模家族経営を含め、対象農家の規模や地域の偏りがないように設計された畜産物生産費統計等に基づき、厳正に算定しています。なお、ご指摘のあった販売額と生産費の差額を全額補填することにつきましては、補填を見込んだ買い叩きがなされる恐れがあること、コスト削減や収益性の向上への意欲を弱めることが懸念されることなどの課題が大きいと考えております。田村貴明君。要するに経営合理化競争力強化へのインセンティブがなくなってしまうということが根底にあると思います。そうは言ってもですね、現実には畜産農家は先ほど言いましたように7年間で3割減少しています。厳しい環境の下で販売価格が生産費を下回る事態になったときに、9割の補填ではやはり利の耕作放棄地化に向けて追い打ちをかけてしまうのではありませんか。10割にすべきだということを主張しておきます。もう一つの問題はですね、標準生産費の問題です。標準生産費が実態に合っていません。1頭あたりの全参入生産費は、使用頭数規模別で見ますと、2016年のでは平均は60万円であります。2頭から5頭未満の農家では、73万5101円となっています。50頭以上では50万4032円と、ここは大きな開きがあります。使用頭数、農家の規模、こういったことも勘案していると先ほどおっしゃいましたけれども、標準生産費を大小平均して補填金額を計算すると、これはもう明らかに小規模に乗っては不利になってしまうんではありませんか。マルキンはありがたいんだけども、足りないんだよね。こういうことを言われるのは、このやり方に即しているからであります。大臣に質問します。小規模な畜産農家ほど生産費がかかるのに、あくまでも標準的生産費を平均で出すというのは、これやっぱりおかしいです。経営規模の大小や中山間地域といった条件にかかわらず、意欲のある農業者が安心して経営に取り組めると、大臣おっしゃったのであるならば、畜産農家の実態に応じた制度に、マルキン制度も改善していただきたいと思います。いかがですか。金子農林水産大臣。先ほどと同じお答えになりますが、マルキンの交付単価の基準となる標準的生産費は、小規模家族経営も含め、対象農家の規模や地域の偏りがないように設計された
畜産物生産費統計等に基づき厳正に算定していますのでご理解いただきたいと思います。これは絶対矛盾ですので、ぜひ検討改善していただきたいと思います。一昨日金子大臣に対して日本共産党国会議員団として酪農畜産に関わる要望書を提出させていただきました。大臣からは要望を受け止めて今後の政策に生かしていきたいと、そういうふうにご発言がありました。生乳の需給調整、燃油飼料高騰対策、それから農家の経営安定、たくさんの課題がありますけれども、農林水産省、大臣先頭に総力を挙げて取り組んでいただきたい、そのことを要望して、今日の質問を終わります。次に